ウェードハンプトン A、ウェードハンプトンはアメリカが州国サウスカロライナ州北西部のグリーンビル群に位置する国勢調査指定地域である。2010年の国勢調査での人口は2万622人だった。ウェードハンプトンという名前は南北戦争の時に南軍の将軍であり、後にサウスカロライナ州知事を務めたウェードハンプトンにちなんで名付けられた。 グリーンビルモールディン・イーズリー・大都市圏に属している。ウェド・ハンプトンは、北緯34度52分59秒整形82度20分0秒、北緯34.88306度整形8 2 3 33 33 3 3 3 3三度34.88306-82.33333に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 CDP 全面積は8.8平方マイルであり、このうち陸地8.8平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.57%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ベードハンプトンにはフランスに過国語学校サウスカロライナ湖がある。グリーンビルサタディスクールは、グリーンビル、 日本語補習授業校と呼ばれる補習授業校であり、フランスに過国語学校の校舎で授業を行っている。ありがとうございます。